夫陽介管理でございます。サオリーです。はい、どうですか、シシャモ。美味しそうな、カルシウムたっぷり、はい、いう感じでシシャンパワーで、はい、ちょっと頑張りましょう。頑張っていきたいなと思います。はい、いうことでですね、今年の春ぐらいに、ヤマハのアリウスシリーズがですね、新作が出るということで、まあ、一気にバーンと出たんですけど、ちょっと一番上の YDP165 という、アリウスシリーズの一番上、はい、これを紹介していきたいなというふうに思います。で、YDP165 そして145という1個下のやつがあります、はい、で、これがどう違うのかというのが、皆さん結構、まあ、ご質問いただいているところではありますので、そちらの解説をしていきたいなというふうに思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい。まずですね、特徴を申し上げます。はい、ということで、YDP165、はい、特徴いい音っていう大事、はい、コンサートグランドピアノ CFX を丁寧にサンプリング、うん、豊かな響きやピアノ独特の複雑な共鳴音までも再現ということですね。で、いいタッチ、いいタッチ、はい、大事、タッチがいいらしいです、はいはい、グランドピアノの弾き心地を再現し、うん、トリルなどの、はい、奏法や繊細な演奏にも応える連打性の高い鍵盤と、っていう、なるほどね。だから上に戻りきらない間にもう一回打鍵してもちゃんとそれに反応して音を出してくれる、はい、っていうことですね。そして嬉しい機能、はい、練習に役立つ豊富な内蔵曲や録音機能を搭載、ヘッドホンを使っても自然な聴き心地ということでございます、うん、はい、はい、いうことでちょっとやってみようかなと思いますが、うん、まずいい音と、うん、いい音、いいタッチ、嬉しい機能と、はい、いう三拍子三拍子ね、はい、うん、いうことなんで、はい、ちょっと軽く音を聞いてみようと、うん、そうですね、いうことなんですけど、はい、はい、ちょうどね、下にね、これ前の方なんだけど、144もあります、はい、ので、まあ、ちょっとそこら辺も、うん、まあ、比べつつ、ね、比べつつという感じなんですけど、うんうんうん、ちょっと先生、はい、音の方をちょっと聞いてもらって、ね、ちょっとペダルがね、ちょっとそう、ペダルちょっとここまでこんなに足柔らかくなるんですね、はい、164っていうその前のモデルだった時、はい、と比べて、まあ、明らかに音良くなってるとますよね。いうことですね。ちょっとこれで、ね、うん、比較がねできないからあれなんですけど、これは、うん、音源が変わったんですかね。どうなんでしょうね。そういうことではないのかな。そういうことなんですかね。一応ですね、今弾いていただいてるのはヤマハの CFX というグランドピアノですね、はい、うん、これの、サンプリングということで、ヤマハ最高峰コンサートグランドピアノ CFX、 そしてウィーンのピアノブランドベーゼンドルファー社のフラッグシップモデルインペリアル、この2つのピアノを熟練の調律師がベストな状態に調節して、88件すべての音色を一音一音収録しましたということでございます。で、 CFX のサンプリングは力強くきらびやかな音と豊かな低音の響きが、うんうん、ベーゼンドロファーの方は豊かな、色彩とぬくもりを感じさせる響きが、特徴ということでございますね。で、今弾いてるのは、CFX、 これ CFX の音ですね、はい、うん、でございますね。はい、だから高音がきらびやかで、うんうん、で、低音の鳴りの奥行き感とかが、うん、すごく特徴的かな。なるほど、うんうん、でもこの響きのなんかこう減衰していく感じとか、うん、よく作ってますよね、うん、うーん、うん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 、
という感じでございますね、はい、じゃあ次インペリアルかな、ベーゼンドルファーですね、はい、どれなんだろう、これですね、はい、あ、全然変わりますね、全然違いますよ、全然違いますね、あ、コウもきらびやかなんだけど、うん、一定のこう落ち着きがあって、ベーゼンドルファーって結構こう重厚な鳴りとか、うんうん、なんかこうちょっと渋みがある音っていうのがすごい特色なんですけど、落ち着いてるよね、うん、そう、ね、落ち着いてます、ちょっと渋くないですか、渋い、うん、かっこいいんですよ、うん、全然なんか、うん、なんか長く弾くんだったらこの音色でもいいなってちょっと思っちゃったね、で、うん、続いてなんですけど、はい、ポップグランドいきましょうか、はい、はい、ポップグランド、はい、どうぞ、あー、あ、でも、うん、可愛らしい感じの、うん、いいですね、いいですね、派手めっていう感じなのかな、うんうん、ステージ LP いきます、はいはい、はい、うんうんうん、音色いいね、いいですね、うんうん、気持ちいい、気持ちいい、うん、こうやって聞くと音の抜け感とかすごい伝わりますね、 いいですね、うん、はい、あのスピーカーの実力も伺い知れるなという感じがしますね、うん、で、DXLP ヤマハの、DX、 あ、間違えたびっくりした、菊さん、菊さんいきなりライブ始まったかなと思いましたね、はい、DX めちゃパクはい、FM 系の、面白い、いいですよね、うん、いいですね、はい、で、ハープシコードいきますね、はい、はい、どうぞ、おお、これすごい、ね、聞こえました、はい、うん、くっしゃ、これここまで再現してるのってさすごいすごいすごい、割とレアです、ね、俺らも初めての体験だよね、これ今びっくりしました、そう、ハープシコードってあの引っ掻くような感じで、うん、あの音を出してるので、うん、その離陣する時のパチッパチッパチッっていう音すらもすっごいよく聞こえます、すごいよね、しかもさ、うんうん、ちゃんとさ、びっくりする、こうやって鍵盤があって本物のハープしか踊って、うん、奥に弦があることがあるじゃない、 それでこれをカチャッカチャッってやるじゃん、はい、それで奥にあれ、うん、あるような感じがしますよね、しますね、なんかこう音の奥行き感がすごいこう立体的に見えてくる感じがします、さすがですねすごいな、ビブラフォンいきますよ、はい、だからなんかちょっとおまけでつけてみましたの次元を超えてますよね完全に、この音のうねりもねすごいですね、ワン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 ってね、うん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 、はい、生のビブラフォンってやっぱりそこのなんていうんですかね、音の揺らぎみたいなところってすごいですですもんね、うん、そこもしっかり再現されていると、意外にピアノ以外の音程もすごいです、いやいや、だから本気ですよこれ本当、パイプオルガンいきます、おお、うん、っていうなんか音がすごい、うん。
がブワーって入ってく感じがすごいしますね。すごい再現力だね、うんうん、これパイプオルガンもいいよ皆さん、ほんとこれ、うんね、やっぱりこれでもサンプリングしてるのもすっごく緻密にサンプリングしてるけど、うん、やっぱりいいですね、スピーカー結構いいんじゃないですか。いやいや、どうですか、まあ、スピーカーがいいんだろうね、うん、これ、まあ、両方いいんだろうね、ジャズオルガン、はい、素晴らしいね。これちょっと今回質高いぞマジで。これさすが。はい、どうぞ。ストリングスです。しましょうか、はい、いやいや、これねちょっとね、ピアノ以外の音源、もちろんピアノもいいんですけど、うん、はい、どうぞ先生、いいですね、音色についての感想音色についての感想、はい、まあ、ピアノはもちろんのことなんですけど、うん、まあ、CFX は本当にヤマハさんならではの、うん、なんかこう明るさと、はい、高音のきらびやかさと、まあ、低音の良き奥行きのなり、なるほど、うんうん、ぐわーってなりすぎず響きすぎず、うん、それがちょうどいい塩梅のところに全部集まってるっていう感じが、はい、まあ、CFX の本当にバランスの良さっていうのがすごい再現されてるなって思いました。はい、うんうんうん、で、うんうん、すごいベーゼンドルファーもめちゃくちゃ面白いね、いいよね結構ベーゼン好きの人は結構ね面白がってきてるんじゃないかな、と、はい、うん、と思いましたね。ちょっともう一回聞きましょうか、はい、もう一回聞きたい、はい、あら、ああ、間違った、間違った、すいません、ちょっとデモソングをちょいちょい発動して、はい、どうぞ。品がいい。いやいやいや、いい。いい、いい、いい、うん。という感じで、まあ、あの、あ、ちょっと、また、でも、そ、あ、ちょっと、すみません。はい。はい。はい。いう感じでございます、はい、うん、ま、CFX のグランドに関してなんですけど、まあ、ヤマハの電子ピアノの、うん、その歴代のね、はい、1個前とかのモデルもそうだけど、もうやっぱり王道的な音がするなと、うんうんうん、うん、間違いないなと、ヤマハさんならではのね、うん、安定感のある感じがありますよね。安定感がある感じがあります、うん、で、ベーゼンのインペリアルのとこなんですけど、うん、これまた安定感もありつつも、なんかねちょっとね色っぽい感じとかも、うん、あるし、ちょっとなんかこれでちょっといい感じのスローなさ、うん、曲とか叙情的な曲とかさ、うん、聴いたらすげえいいよ
なんか演奏ができるんじゃないかなと。弾けないけどなんかある意味こう、はい、演奏、うん、弾くだけじゃなくて、はい、この演奏っていう域まで、うんうん、なんかいけるんだろうなってすごい思いました。あ、そう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 、うん、すげえ思った。なんかこう、うん、なんて言うんだろう、こう指の練習とかなんかそういうことじゃなくて、うん、そのなんか響きの作り方とか音色の作り方とか、うん、なんかその一曲を通してこう演奏するっていうのをなんか形にできるんじゃないかなってすごい思いました、うん、ね、うん、なんかちょっと楽器としての完成度っていうのが、うんうん、あのかなり増してるっていう印象があります。本当ですね。はい、で感心したのは、DXLP ハープシコードビブラフォン、うん、パイプオルガンジャズオルガン、この辺はね空気感みたいなものが、例えばそのジャズオルガンでも本当にまあハモンドのことなんでしょうけど、毎回もうねなんか空気で来るんですよね、ちゃんと、うん、でハープシコードは本当恐れ入ってびっくりしましたよねカチャカチャって言うし、ちゃんとちょっと本当にねびっくりしました、うん、あれってそんなことみんな分かってるんですよね、うん、そのメーカーさんってハープシコードがカチャカチャっていう、あ、もちろんもちろん、ね、うん、分かってるんだけど、うん、それやるとね嘘くさくなるから、そこまカチャカチャはね あんまね入れてこなかったんですよ。だからなるほど、そう、でも今回このなんか開発レベル音源レベルでいくとハープシコードを本当カチャカチャいってもそれ本当になんかハープシコード弾いてるような、うん、うんうん、なんか印象というかさ、いや相当確かにそうですね。今までいろいろ弾き比べしてきた中でも、うん、ハープシコードの音色っていうのはすごいなんかこう綺麗にみんな、そう、聞こえてくるんですけど、うん、まあ本当にその打鍵と離鍵みたいなもうそういうところの細かさ、うんうん、でそれが結構聞こえてきたところで嘘っぽくならない緻密なサンプリングの仕方、うんうんうん、とバランス感だと思うんですけど、いや本当そう思います。うん、これまあまあ革命的だと思いますね、うん、もうハープシコードのことがもう大好きで大好きでしょうがないという人は、うん、ぜひねこれねなんかまさかのニッチなところに今いっちゃったけどまさかのハープシコード推しっていうねそうでもね本当ね、うん、パイプオルガンもそうだし、うん、あとビブラフォンの音の揺らぎ ね、うん、とかは、うん、もう本当ちょっとこれ賞賛に値します、はい、めちゃいいです、うん、めちゃいいです、はい、なんで、まあ、ちょっとその辺も注目してぜひ聴いていただきたいというふうに思っております。はい、うん、ちょっと音色ね CF、うん、まあなんといっても CFX が主役だと思うん で音色 のデモがありますので、はい、ちょっと聞いてみたいなと思いますんで、はい、皆さんねちょっと聞いてみましょう。ちょっともうちょっと音をね若干あお聞きしましょう。はい、はい、そうですね、はい、じゃあ行きますね。はい、でもごめんなさい、説明書も見るのもなんなんで適当にやります。はい、出るかな。人うまい。今どういう曲ですか？今のポロネーズじゃないですか？あ、そうなんですか。うん、
あれで、はい、ベーゼンで聞いてみましょうか。ね、せっかくだから。ベーゼンで聞くってできるんですか？わかんない。多分できるんじゃないですか？あ、やっぱ俺この音好きやな。なんか品がいいわ。別の、うん、別のところの感想に、ね、なっちゃう、はいはいはい、でも本当に、うん、あの本当まるでここに本当グランドピアノとかがあって、うん、奏者がいて、うん、それは聴いてる感じですよね。なるほどなるほど。本当にあの鳴るべきところで鳴る音が鳴るし、違和感はないですか？違和感が全くない、自然の音。いいですよ、もう忖度なしで、うん、はい、もう別にあの何の癒着もないので、うん、本当にね、すごいのは、うん、本当になんか奥行きが見えて、うん、ちゃんとこうこの後ろにこういう風にあのグランドピアノのこうテールが見えてみたいな、うん、で奏者が見えて、うん、なんかこう低息弾いたり高息弾いたりみたいなのが、うんうん、すっごい見えてくる。なるほど。うん、すごいな。ちょっと俺もセンター聞かせてもらっていいですか？はい、はい、ちょっとあのスピーカーとかそこら辺もですね、もう大体もう分かりました、大体分かりましたが、もっと真剣に聞きます、うん。やだな、ストリングスは。そうだ、あ、そういうこと、これ。え？ちょっと変えよう。うん。あれ？ね、はい、マジでこれすばらあのなんていうかな、うん、そのいわゆる音情感、うん、うん、さっきあのテールがグランドピアノのテールが見えてとか、うんうん、音情感ももういいです、うん、いいんですが、特に素晴らしいのは僕は低域だと思う、うん、これね、この辺この辺の低域のパワー感とか、うん、懐の音の懐の深さっていうのはめちゃすごいと思いますね。うん、はい、で菊池さん、これ、はい、この165と、うん、まあ質問が来るかも、あ、来るかもとか、はい、いただくんですけど、たまに164、はい、あ、違う、145の違いということで、今ちょっとごめんなさい、144しかないんであれなんですけど、違いの一つにですね、アンプの違いがあるんですね、うん、ちょっと菊さん、新しい方で、はい、165でがですね、アンプが結構いいやつが積まれているんですよ。 20W ですね。 20W でしょ、うん、で、こっち 8W なんですよ、うん、はっきり言って、もう全然違います。合計 40W よ、ね、確かに。こっち合計 16W なんで、で、それの違いを、うん、今皆さん分かるかな、ちょっと体験していただこうと思います、うんうんうん、ちょっと低域を中心にですね、あのふんたらかんたら弾いていただきたいなと、はい、先生にですね、はいはいはい、はい、思います。ちょっとボリュームだけこ、はい、あの大体合わせていただいて、はい、はい、まあ、3時ぐらいですね、3時ぐらいのところです
ね。じゃあちょっと、まず下のやつ弾いていただきます。こんな感じですかね、うん、まあチラッと広域も弾いてもらって、はいはい、感じですね。じゃあ、改めて165をですね、さっきと同じような感じで弾いていただきたいんですけど、そうですね、あ、ペダルを踏んでしまったな、それ。いいか、うん、じゃあちょっと定位からいきますね、はい、攻撃の方もお願いいたします。はい、という感じでございました、はい、皆さん、まあ、iPhone 越しではありますが、まあ、あの、まあ、ぼちぼちいいスピーカー使ってうちもレックしてるんで分かりますよね。分かりましたでしょうか。はい、分かんなかったら、別に本当変な話じゃ なくて、はい、あの145でいいと思います、うん、値段も安いし、うん、はい、でお値段なんですけど、だいたいこれが12万中盤ぐらいで、145の方が、まあ、どれぐらいなんだろうな、まあ、多分 2,3 万ぐらい違うみたいな、そんなイメージだったと思います。 3,4 万ぐらいかな、うん、うん、なんで、うん、別にこっちでもそうですね、うん、でもこれでも十分本当にサンプリングもいいし、うん、弾き心地もいいですし、うんうん、ですよね、うん、ただ先生、はい、ところがどっこい今までのいろんな電子ピアノを、はいはい、夫は7月1日オープン以来いろいろ触っていろいろレビューしてきたじゃないですか、はい、うん、3万とか4万の違いでの差だったかどうかっていうことです。なるほどなるほど、はい、うん、どうでしょうか。いやー、その差はあると思いますよね、うん、うん、やっぱり、まあ、僕から言わせれば、うん、3万4万どころの差じゃないなっていう気はしますね、うん、低域の深みだったりだとか、もうゴージャス感、うん、壮大な感じ、そうですね、うん、なんで、うん、やっぱりアンプの違いって相当でかいな、うん、今ちょっと本当にそれは思いました、うん、確かにすっごいこっちも低域が、うん、
もうゴージャスで、うん、響きがすごい増幅されているだけれども、その響きがすごいごちゃ混ぜではなくて、うん、どっちかっていうと解像度が高いこう写真を見てる感じ、うん、ゴージャスなんだけどちゃんと細部も綺麗に聞こえてくるっていうところがあって、うん、はい、それがやっぱり違いなんだろうなっていうのはすごいあったんですよ、弾いてて。違いますね。そう、うん、やっぱり、うん、ハンマーが弦に当たって発音する時の、うん、後のボディの強振みたいな、うんうん、とこの倍音感みたいなのの演出のされ具合が全然違う、うん、だから、うん、どっちもすっごいよくサンプリングしてるんだけれども、うんうん、それをちゃんと表せるのが、うん、こっちのアンプなんだろうなっていう、そう、ね、スピーカーなんだろうなっていうのが、うん、のがすごい印象にあります。まあリアルにですよ、うん、菊池さんが自分でこれとこれ買う場合だったら、うん、どうですか？リアルだったらもうこっち買います、やっぱり、うんうん、だよね、うんうん、やっぱりその 3,4 万円で、うん、結局電子ピアノって、うん、あのちゃんとこういい状態で、うん、あのちゃんと大事に使ってれば、はい、結構長いこと持つじゃないですか。150年とか、うん、そうね、もう世紀を超えて遺跡物みたいになっちゃうで、ね、うん、やっぱりまあそのね、電子ピアノにもよるし使い方にもよるんですけど、うん、やっぱりお客様の話聞いてると、うん、やっぱ長く使ってきたよって方が結構多くいらっしゃるので、はい、それを考えた時に、うん、やっぱ長くこれから使うよと、例えばお子様がこれから、うん、ね、ピアノをどん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 上達するよと、うん、いう場合でもやっぱりそのくらいの、ね、まあ大きいですけどね 3,4 万って、はい、だけど、うん、でも最初にそこをちょっと飛び越えて、うん、こっちの165の方に踏み込んでいただくっていうのはいいんじゃないかなって思うんですよね。なるほど、はい、っていう、まあ私個人の意見ですよ。個人の意見です。はい、はい、私の意見としてはですね、はいはい、もうマジで、これ144、前は144と146置いてたんですけど、はい、146もうこれ新しいの入れるからもう14164はもう売っちゃって、はい、新しいの入ったと、はい、でこれ前のやつ残ってるわけです。うん、でまあこれはこれでお買い得、そうですね、お買い得は、まあ、本当にお買い得ですよね。ゴニョゴニョゴニョみたいな、うんうんうん、まあ、あの、はい、それはいいとして、ちょっとね、もうね、まあ、店だから置かなきゃいけないかもしれないですけど、もう置く気があんまりないぐらいこっちのが俺はいいです。もう、うん、あのこれあれですよ、もちろん、まあ、おっと何言っとんじゃと、はい、そんなも高いのがいいに決まってるから、うんうん、まあね、そんなこと言うたらね、20万、30万とかじゃないですかってね。菊池も、陽介管理人も、うん、何を言っとんじゃと、うんうん、当たり前だろうと、うん、いう方の、もちろん分かりますが、はい、私どもが申し上げてるのは、うん、コストパフォーマンスも含めです、うんうんうん、ですよね、うん、そうです、そうです、ですよね、はい、はい、なんで、3万4万違ったとしてもというお話をしてます、うんうんうん、はい、なので、あの予算とかちょっと頑張れる人は絶対こっちの方がいいです。だって自分の生徒さんとかに、はい、って言ったら一緒のこと言いますよね。言います、言います、言います、絶対上手になるからって。お子さんとかそうですね、耳のさ、うん、だってさ、この、この低域と、この低域で、っていう風だったら、やっぱり、こっちで慣れてほしいなって。っていうのはありますね。なんか自分が今どんな音出してるかっていうのは、すごいやっぱり聞くことによって耳って育つし、うんうん、音楽感とか表現力もどんどん鍛えられるので、うん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 、よくよくその音聞いてってレッスンの時も言うんですよ。うん、なるほどね。そうだからそれが楽器がいい音であればあるほどいいんですよ、ね、うん、っていうことですよね、うん、はい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 、いう感じなので、うんうん、まあこれはねちょっとね165素晴らしいなと、はい、いうふうに言わざるを得ません、うん、はい、
で、さらにですね、先生、はい、違いとしてはですね、うん、鍵盤が違うと。そうですね、これあの、まあ、好み分かれると思うんですけど、165の方は黒炭調ですね、黒炭調。ちょっと黒鍵のところがザラザラした感じになってます。これは本当にあのグランドピアノの鍵盤と同じような作りになってますね。で、白鍵は象牙調。ピカピカするというよりちょっとこうサラッとするんだけど、こう指に吸い付く感じの鍵盤の質感ですね。なるほど、うん、これが165の方のシリーズ、はい、で、もう一つ144と、あのこれ144ですけど、145もこういう風になってます。ツヤ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 してますね、うん、どちらかというとピカピカしてる感じのですね、はい、全然悪くないですけどね、うん、こっちがね好きっていう方も実際いるので、はい、もうそれを本当に鍵盤こうやって触ってみて、どっちの質感があのお好みかっていう風にあのやっていただけるといいかなとは思います。なるほど、はい、そういうことですね、うん、はい、まあ本物はあれなんですよね、うん、象牙調なんですよね。一概にも言えないんですけども、一概にも言えない、うん、一概にも言えないんですけれども、じゃあもう絶対にこっちが良くてこっちが悪いっていうわけでもない、うん、わけじゃない。それはそうなんだ。そうなんだけど、今の、アコースティックピアノは大概ですよ、大概こういうような質感になってますよっていうことです、うんうん、まあ、指になんか吸い付く感じは確かにある、ね、そうですね、うん、うんうんうん、そう。でもこっちもね、なんだろう、この、うん、独特な感触というか、うん、うん、これがやっぱり好きな方もいるので、なるほど、うん、っていう、はい、触ってみてください、ですね、はい。まあそういうことでですね、さすがヤマハだなというのは、はい、もう先生これもうまず間違いないですよね、出来としては間違いないと思いますね。だから、はい、本当にうん、お子さんの、うん、本当にファーストピアノにも持ってこいだし、うん、はい、やっぱり大人の方がピアノ始められるってなって、うん、その時にやっぱ何買えばいいかわからないっていう、最初そうなるじゃないですか、うん、ね、いろいろありすぎるし、うん、はい、でお値段の差も結構ありますよね、うん、あります、うん、だけど、はい、やっぱ本当にヤマハさんってもう元々がアコースティックピアノメーカーなので、うん、そういったところもすごく信頼を受けますし、うん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 、いやもうここから始まったらもうすごいいいと思います正直、うん、うん、その後ね、例えばね、うん、こういったピアノが欲しいと言ってね、買い替えるっていう手もありますし、うん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 、でも長くも使えるので、うんうん、なるほど、うん、っていう感じですね、はい、まあなんかヤマハにありがちですけど、はい、もう突っ込みどころがないです。あ、そうそうそう、ね、もう平均的に、うん、もうすごくこういうね、もう間違いない、うん、なんか平均点ちゃんとこう全部取っていく感じ、全部取っていく感じはいですね、はい、なんでもうぜひ皆さんね、うんうん、こちらでも何も考えずにもこれでいいんじゃないかというふうに思います、うん、で質量ですね、はい、重量めちゃくちゃ重いってことはないです、はい、42キロ、うんうん、165、うん、で、まあ当然まあ2人はいるけどね、そうですね、うん、大人2人いればなんとか動かせます、うん、はい、で幅が、1357、うん、はい、高さが譜面台を立てた場合は、1003ミリですね、うん、はい、そして、譜面台を、まあ、閉じた場合は849ミリですね、うん、で、奥行きは422ミリと、うん、コンパクトですよね、でもね、ことですね、はい、で、YDP145 の方なんですけど、はい、145の方は、幅は全く一緒、1357、うんうん、で、譜面台を立てた場合は969、うんうん、ちょっとちっちゃくなります、うん、はい、そして、立てなかった場合815、奥行きは一緒、420、はい、で、アンプのところで軽くなってるのか分かんないですけど、うん、質量としては145の方は38キロということでございます、うん、はい、で先生あとですね、はい、椅子なんですよ。そうですね、はい、椅子が皇帝自在椅子と、はい、ただの椅子と、はい、
ただの椅子っていうか、ただの椅子はピアノ椅子です、ちゃんと。ただの椅子ってね。そこら辺で売ってるよね。木で作ってるよね。165の方は、はい、あのこういうダイヤルというか、こう、はい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 、ちょっと今ね、物がないんですけど、くるくるって回して、うん、はい、あの工程を調整できるので、うんうん、まあ、本当に家族の中で、まあ、お子様も弾くし、お父さんお母さんも弾くしとかっていう時には、うん、やっぱりあの調整が必要だと思うので、はい、うん、これも存分にあの使っていただけると思います。そうですね、はい、別売りパーツでですね、はい、行くと、これが工程ができないやつですね。これ9000円ぐらいです。9350円、うん、で工程自在椅子の方は15400円なので、まあ6000円分もう差がついてるんですよね、そこで。なのでそこの価格差っていうのは椅子の分も含まれているということになりますね。工程できないのはこういうタイプなんですよね。あ、ですね。そう、はいはいはい。でも例えば大人の方がやられてね、大人の方はそんなにもう成長期多分来ないから、うん、そうですね、はい、うんうんうん、これでいいと思いますし、はい、はい、まあちょっとワンチャン50度ぐらいからちょっとグーってね、はい、そういう人もいるかもしれないですけどね。そうですね、はい、まあ大体は大体止まってるから、はい、あれなんで、はい、はい、いう感じでございますので、うん、ぜひですね、ヤマハの YDP165 もう正直言って、まあ、ちょっとごめんなさい、なんかいろいろあるかもしれないですけど、うーん、政治的な話がありますけど、うんうんうん、もう僕はもう165がいいです。素晴らしい、はい、いやもうよかった、うん、うん、別の楽器とは言わんけど、うーん、まあまあ結構違いますね、これは。そうですね、はい、うん、ただこれが悪いわけでは、一音、そう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 、一音が悪いわけでは全くないです、うん、はい、うん、いう感じなので、はい、はい、まあどちらもねお気軽に始めていただくということです、うん、はい、であと細いやつ、細いやつ、1個下のやつがあってですね、実は、あ、はい、YDP-S55 っていうのと、うん、S35 っていうのがあります、うんうんうん、でこれに関してはまたやります、はい、でもうここ S シリーズにしよう、もう、うん、一応もう こっちの方がいいよ、もうこれだけ置きます、うん、はい、その方がいいと、はい、いうことに今なりました、はい、ので、S シリーズですね、はい、ちょっとお楽しみにという感じでございます、ね、はい、もっとコンパクトに、ね、はい、なりますよね、 そう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 、 S シリーズすごいスタイリッシュになるので、ね、逆言って、はい、音質とか実力はさ、うん、普通は落ちると考えるじゃない、うん、と今思ってますよ。ですよね、うんうん、まあ落ちると思うんですけど、なんどれぐらい落ちるかっていうところですよね、そこもね、はい、いう感じでございますので、はい、まあ皆さんね、ぜひ165の素晴らしさをですね体験しに、オットーにお越しいただければなと、はい、1周年を迎えたオットーにですね、そうですね、はい、ぜひぜひ、はい、遊びにも来てください、はい、今までピアノを買ってくださった方とか、まあ、こんな感じだよみたいなのも、うん、はい、ね、なんかお話に来てくださったらとっても嬉しいです、はい、という感じでございます、はい、はい、じゃあ、まあそういうわけなんで、はい、165触りに来てください、はい、はい、ご視聴ありがとうございました、ありがとうございます、チャンネル登録、いいねボタンもよろしくお願いします、はい。